なこら、ふざけんなおい関東市内の受験情報を何でも発信します、総研マーチラボ学びズムの矢田です。奈良岡です。お願いします。はい、本日のテーマはですね、ゴールデンウィークに勉強できなかったマーチ志望へでございます。ふざけんなこら、ふざけんなおいこれね、タイトルにある通りですね、総研抜いてますね。そうですね、はい、総計で勉強できなかったやつとかも知らんって感じなんで、もうこれはもう受けないです、受けないです、受けれません、受けれませんね、はい、受験資格がありません、受験資格がないんで、はい、ギリマーチ志望だったらゴールデンウィークに勉強できなかったとしても受ける資格はギリまだあると。優しいですね。優しい、はい、ないけどねほぼ、はい、正直ね、はい、今日は口が大変なことになっております、はい、お許しください、お許しください、はい、ということで、まあ、とは言ってもね、我々あのゴールデンウィーク勉強ちゃんとしなさいよというふうに言った上で、うん、まあ、ゴールデンウィークちょっとできませんでしたっていう、ここに活入れ会になってます。はい、はい、奈良岡先生の方からよろしくお願いします。いやもう戻せないので、時間がですね、はい、取り戻せないので、はい、まあ、もうさすがに切り替えるしかないとは思うんですね、はい、ただ、まあ、遅れてることは確かなので、うん、まあ正直、まあ今からでも時間を伸ばして勉強するしかないかなと、はい、死ぬ気で、はい、まあ、死なないんで、はいはい、まあ、じゃないと今度夏で今度また苦しくなってくるので、はい、で多分今このゴールデンウィークでもしダメだったとすると、はい、まあ、このままずるずるいったら当然夏もできないので、はい、今から変えるしかないですから、うん、まあ、今のうちに全てとりあえずだから時間を全部、まあ、スケジュール割り出してみて、はい、で空いてる時間ちゃんと見つけて、はい、でその中で何をすべきかっていうのを、まあ、自分でできないのであれば、まあ、強制的に例えば、学校の先生でもいいですし、はい、コンサル塾とか予備校のコンサルタントの人の、うん、人でもいいですけど、そことちゃんと組んで、でまあ強制力をつけると、うん、はい、まあ、なのでスマホとかも、うん、まあ、もしなんだったら解約、うん、までしたりとか、はい、いろんな自分の制限をつけた状態で早くやってほしいかなと思いますね、はい、何ですか、ちょっと何ですか、なんでこんなん言わなあかんのやって思ってますね。思ってますねこんなね、こんなしょうもないことね、しょうもないな本当って思ってますよ、本当ですよね、はい、はい、いや本当そうですよ、はい、ね、あのそういう子多いと思います、うん、はい、正直マナビズムの塾生を見ててもですね、まあ、見てるとさすがにゴールデンウィーク勉強できなかったはないんです、うん、よね、あったらまあ大問題というか、どういうことみたいな、なんでうち来てんのみたいな、はいはい、どういうつもりで受験勉強してんのみたいなスタンスなんで、はい、問題なのはそれを問題だと思うようなコミュニケーションを多分僕たちは取るんですよ、うん、そうできてなかった子に対してはね、はい、でも一番問題なのって今この動画を見てもそんなに問題に感じてないというか、うん、まあ、みんなしてないでしょそんなにみたいな、うん、ようなスタンスの子が一番危ないと思ってて、まあ、視野が狭いのかもしれないですね。例えば自分たちの学校の中だけで見てるとか、でも敵は外にいるので、そこら辺をちょっと視野を広げて考えてほしいですよね。はい、1週間無料体験申し込み受付中。自習コンサルティングで君専用の勉強計画を全科目作成します。さらに精鋭講師陣の映像授業が見放題。申し込みは動画概要欄の URL をクリック。そもそも高校偏差値65ぐらいまでの高校に通ってて、春から受験勉強し始めて、順風満帆に受験勉強をして打倒ラインが2等駒線3金交流ぐらいなんですね、うんうんうん、ですよね、はい、マーチは上ですよね、上ですね、上ですよね、うん、っていうのを分かってない子があまりに多いんですね。意外と舐めてますね。いやめちゃくちゃ舐めてますね、めちゃくちゃ舐めてます。全然むずいですよ。ですよね、はいはい、だからそれをですね、ちょっと理解できてない子が多いので、うん、僕としてはそういう子たちの方がでもやりがいがあると思ってるんですよ、うんうん、例えば東大京大目指します、旧帝大目指しますっていう子ってもう中学校から6年間かけてやってきてくれてるじゃないですか、はい、だからめっちゃ楽なんですよ、うんうん、だから勉強することが当然だし、だ部活終わって家帰らずにそのまま塾行くって、早慶マーチを第一志望にする層って、うん、なんか俺なんか頑張ってるって言ってるけどでも宮廷目指す子たちって中学から6年間かけて普通にもう学校からそのまま塾行くみたいなのを6年間なんか平気でやってるような子もいるんで、特別なことを別にしてるわけではないというか、その高いところを目指すんだったら、うん、はい、の上でまだそう慣れてないんだったら僕は救ってあげたいなと思うわけですよ。やりがいあるんですよその方が、うんうん、まあ、それはそうです。慣れてるよね、
あのめちゃくちゃ舐めてるけど、その舐めてる中で、まあ、10ヶ月11ヶ月ぐらいで総研マーチったらかっこいいやん、うんうん、面白いやんその本、うん、で思って僕はこっちの方がやりがいあると思ってやってるわけですよ。楽っすよ、うん、賢い子教える方が。まあそれはそうです ね楽しいしこっちも、うん、まあまあそうです ねけど、はい、けどなんですよね。けど総研マーチ志望の子たちにだからゴールデンウィークをまだ勉強しろよって言ったんですよね、うん、はい。まあ、ノーウェイでなぜできてないかって僕は結構一番の理由としては見誤ってる、まあ、舐めてると一緒なんですけど、うんうん、見誤ってる努力量を見誤ってること、基準が間違ってることなんですよね、うんうんうん、でその基準が間違ってたらみんな勉強してるって思ってるけど結局頑張ったけどダメでしたみたいなことが起こるんで、好きでもない勉強をするんだったら絶対受かる方法でやりたいじゃん、うんうん、でしょ。でその時に基準変えるだけなんですよ。もっと頑張ろうとか、そんなメンタル面の話じゃなくて、これが受かる基準です、あなた受かりたいんだったらこれだけのことやってください、以上、これだけなんで、それをはっきり言ってほしかったら学びぞの受験相談来てほしいなと思うんですよね。うん、今ギリ救えるから今ギリ救えるんですよ。マナビズムの1週間体験でもそうだし、無料受験相談でも受けてもらったら、あ、これが基準だよって分かるだけでも別にそこで入塾しなくても全然いいわけですよね、うん、ただこれが受かる基準です、あ、それやれてます、あ、じゃあ大丈夫ですね、安心してそのまま続けてください、やれてません、じゃあこれからやります、あ、じゃあもうそのまま続けてくださいなんですけど、自分ではできませんの場合は、あ、じゃあこれができるように、毎週サポートしていきますっていう話なんで、ただ基準知らなかったら、そのみんなそれぞれ自分なりに頑張ってるんですよね。それぞれの自分なりの頑張りなんてマジ評価されないんで、褒めてくれるんおかんだけなんで、はい、なんで、そういう風にならないように、もしゴールデンウィーク自分と約束した勉強ができないかったっていう子は、僕たちが何としてでもそれでも合格に導いていくんで、受験相談来てほしいなと。そうですね、だから勉強できなかったって自覚してこの動画を見てくれてるだけ賢いと思います。確かに、うん、まだ救えるっすもんね。まだ救えるっすね。勉強してるからこんな動画見なくていいが一番少ないっすもんね。だから見てるだけ、あの、偉いっていう、確かに、はい、ことにはなると思うので、アメとムチだな、はい、頑張っていただければいいかなと思います。はい、はい、それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。動画を見てくれてありがとう。マナビズムの公式 LINE では総計マーチの各大学の傾向と対策がわかる総計バイブル、マーチバイブルっていうのをプレゼントしています。総計マーチ志望の方は概要欄の URL からぜひ LINE 登録をお願いします。